こんにちは。日本学術書道会の田村喜壇です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は無苦毒です。何の苦毒もないこと、効果や報酬は一切期待しないこと、このような考えで人のため社会のために行動できたらなんと素晴らしいことでしょう。それでは今から無苦毒を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。